はい、こんにちは、イヤホイです。ということで、今日は新たな仲間をご紹介していきたいと思います。はい、ということで、えーとですね、イヤホイ。 自転車欲しいなと思っててずーっとねかっこいいロードバイク憧れてたんですよまあでもいろいろタイミングとかがあって買わずにバイク乗ってあの B のもらってねちょっと B のずっと乗ったりしてたんですけどまあ、B のも壊れてで通勤でね使うのに次どうしようと思った時またたまたまねやっぱバイクが手に入ってっていうのでずっと買ってなかったんですけどやっぱ欲しいなっていう夢とずっとね探してたんですよで僕ね 知っての通り、黒黄緑のね、バイク、二ダボに乗ってるんですけど、やっぱスポーティーな色って言ったらね、僕はどっちかっていうと、黄緑系が好きで、まあ、ラグジュアリーなね、感じのね、紫はね、ずっと好きなんですけど、やっぱメリダがね、ドンピシャなんですよね。で、まあ、安い、かっこいいのもいっぱいあったんですけど、あの、3万とかね、2万とかあるんですけどね、それはロードバイクじゃないぞと、見、見た目だけロードバイクのママチャリアっていう風にね、ずっと言われてたんで、最低8万以上。 ね、10万ぐらいするようなモデルで探してたらメリダへとはいで見てわかるんですけどこれ10万じゃ済まないですよねはいでもういっちゃんかっこいいなと思ったメリダの中でずつねいろいろ探してたら中古でたまたまこれ多分2三3 0万するロードバイクなんですけどあのー、ヤフオクで15万12万やったかなぐらいで出ててうわっ やばい。欲しい。安い。しかも、中古やからね、一期一会ですもんね。そこ買ってまいりました。<laughs> ということで、ただね、これ、大きいですよね。配送してもらえないんですよ。どこで買ったかというと、東京です。はい、東京まで、はい、行ってきました。はい、では、東京までの、はい、道のりのね、ちょっと、思い出話をちょっと、流したいと思いますので、よかったら見てください。どうぞはい、ということでね、こんな感じで、 車で爆走してまいりました、はい、えっ、ー、とですね東京まで、えー、金曜日の夜に出発してそのままえ土曜だったかなどっちか忘れたけど出発してそのまま昼朝までねかかってほぼ下道使ったような記憶があります確かで、まあ、夜ずっと運転して楽しかったし大音量で爆音で歌って <laughs> で夜中からスイスイでね進むし。 で朝方これが綺麗な富士山富士山めっちゃ綺麗かったですか富士山ねあんな感じでちゃんと見たん初めてかもしれないです雪かぶってて、ね、思ったより横に広いんですよねずーっとあってほんで反対側見たらなんとまた雲海が広がってるんですよ結構標高高かったんですかねあそこも一番下走ってると思ってたんですけどうん山の下にね雲がブワーって綺麗うわ綺麗で朝焼けもめっちゃ綺麗でしたで正面もねうわ雲の中潜っていくみたいな 案の定ねすっごい霧というか雲の中というか真っ白になったんですけど入った瞬間でその後ね、えー、ずっと僕ね YouTube で見て「ダメですダメです」のキュンギンの人いるじゃないですか、はい、あの YouTuber さんあのパソコンとかね、えー、Amazon 爆買い系 YouTuber さんねあの方の動画見てたんですけどそこでいっつもね山岡屋っていうラーメン屋さんに行くんですよ美味しそうやな行きたいなと思ってたらねあったんでね即入ってまいりました はいでそこで食べたんですけど普段僕味噌ラーメン食べないんですよけどねおすすめ言うてたから味噌ラーメン食べたんです味噌ラーメン美味しかった味噌ラーメンとチャーハンと餃子と美味しかったびっくりした山岡ややるやんっなんかこれわけのわからん名前のねお店ねちょいちょいあるんですよね面白いな思ってはい写真も撮りましたで朝到着して受け取ってそのまま とんぼ帰りですねトンボ帰りでバーって走って帰り道富士山のふもとの道通ったんですよねしたらもう道雪積もっててねほんますごい雪降ってるしキャーっとでってまさかのこんなところねバイクでやってくるまあ三輪やから行けると思ったから最強の猛者もいました立ち往生してたけど車の前面に雪も積もりすぎて全部の渓谷と。 光ってましたキーパーすごいなと思ったんがこれ見てください黒いね雪の汚れがいっぱいついたにもかかわらず全部さっと水でこの後流れていきましたよかったキーパーコーティングしててで帰り道にねえー、っとねどうしてもやっぱもう一個行きたかったんがやっぱ関東の方面 あ一番よく聞くのは静岡県かな。で、えー、よく聞くね、爽やかってありましたね、爽やかハンバーグ。はい爽やかハンバーグって、ここもね、もうね、いつ来るかわからんということで、後悔のないように食べたやつ全部頼みました。<laughs> 一人でこんだけ食えんのか、言うて、食いましたよ、頑張って。はい、全部食いました。なかなか美味しかったですね。でね、何よりね、店員さんがすごいね、愛想いいんですよ。優しいしね、丁寧。で、まあ、そんな感じでね、食べて帰ってきました。と。一応ね、NBOX ね、これ、前輪さえ取ったらね、 後後輪後部座席倒したら乗るんですよ、ね、はい便利ですよ N ボックスということでね乗せて帰ってきましたでその後速攻ね点検を兼ねて自転車屋さんに入院させてきましたはいということでじゃん帰ってきましたよでこれかっこいい衣しょえっ、ー、とねこの付属品はちょっと置いといてくださいえー、動画の撮ってる順序がバラバラなのでただ とりあえず見てもらって、これ純正なんやろね。純正でこの、ねかっこいいですよね。ホイール、ボディ、これ、バイク乗りなら好きでしょ。フルカーボンですよ。フルカーボン。こうカーボンでできたね、全部、フレームなんですよ。見てください、このフォーク。かっこよすぎでしょ。この何この形。やば。ねで、まあ、憧れのメリタさん、購入しまして。ねギアもね、変速もすごいんですよね。 前,前が2で後ろが1234567891011かな。だからかなり変則できますよ。はい。なんかいろいろルールがあるみたいですけどね。なんか右の時に左やりすぎたらあかんとか。なんかそういうのもいろいろあるみたいです。はい。ということでね。これ純正の。ほら。かっこいいな。はい。ということでね。これでまたね。走りに行った動画とか。えー。なんかこんなんつけたよとかね。 もともとね、ロードバイク普通のママ、まあ、チャリと違って反射板とかも付いてないし、サイドスタンドも付いてないし、えー、ヘッドライドも付いてないし、もちろんカゴなんてついてないしね、ドロけも付いてないですよね、鍵もないし。なので、えー、そんなもまた紹介してきたらなと思います。はい。やっぱ乗ってみるとね、乗りにくいけど、あの、乗り出したらすごいです。速いし、軽いし、全然ちゃいますよ、えー。ちなみにメリダのリアクトの4000。 っていうやつです。えー、1000番台になるとすべてが、えー、カーボンになるそうですね。400とかやつはね、アルミフレームとかになるそうです。はい。4000ですかね。5000かな ?4000 やった多分4000やったと思います。くぅはい。かっこよすぎるバイク紹介しました。ご視聴ありがとうございました。